我が入部してやろう。はい、もこと申します。本日ですね、なんと故郷大阪に来ておりましたね。伝説の著書になるであろう勇気の切断での発売ということで、お渡し会みたいなちょっとやるんですけど、その前にこうなんか各書店さんでね、ちょっとこう本が並んでる様子をちょっと見させてもらえるということなんで、それに行ってきて、その後帰ってきて蔦屋さんで店長をやるというね、はい、ビッグイベントを控えておりましたですね。どんな感じか、まあ見てないですよ、本に並んでる様子をまだちょっと見れてないので、ちょっと楽しみです。東京でところの秋葉原、大阪日本橋来ました。ちょっと今回特別にちょっとね、ちょろっと映していただいてんで、ちょっと早速もう店にとつってぶっかまそうかなと思ってます。はい、はい、そしてちょっと待ってください。売ってるじゃんね。え、売ってますよ、ね、まだね、いっぱい残ってるじゃん。これみんなこれ買って、これでもこの、ね、このさ、上の削れてるやつはこれ売れたってことなのかな。だってこんなさ、アニメとかをやってるね場所に、俺の僕の自伝が、伝説の本がこう並んでるわけですから、これはもう悠々しき事態ですよ。ということでね、僕が出した本こちらですね。なんだ、あのサロメちゃんがほら超おすすめしてくれてるでしょ、100万点バラ出すわって。はい、まあ、ということでね、そういうのはさておき、こう VTuber さんとか配信者さんのこの紀伊国屋さんで扱ってるブースがありまして、そこにちょっとこう置いてくれて、でなんかもう今日ちょっと本当は向こうに置いてて、それがもう全部なくなっちゃったらしくて、でちょっとこっちに置いてた分からあっちに移したみたいな感じで、でももちろんこれももうなんか数、ありがたいことに数が少なくなってますんで、ビジネスビルの超綺麗なビルのでっかい本屋さんに僕の本があるっていう、かなりねこれ異常事態です。はい、非常にありがたい話ですけども、感無量ですね。これは僕のブースです。タレントです、タレントですよ。あんだけ YouTuber のファンはクソだと言いながら、自分がクソみたいな YouTube になってました。よろしくなみんな。まあ今からちょっとお客さんが入ってきてね、こうマークしとかしつつ、こうサインしていくみたいな、もうそういうイベントで、故郷の大阪でね、こうイベントをこう開催できるというのは非常に嬉しく思っています。いや、さっきの紀伊国屋さんでね、なんかほぼもう売り切れみたいな、ちょっとあれ嬉しかったっすね。なんかまさかそんなね、これだって全部 在庫の可能性もあるから、ちょっとあとお客さんがね入ってくるのをちょっと楽しみに待っていたいと思います。もうすでにお客さんも集まってこられたということでね、ちょっと行こうと思います。はい、はい、よろしくお願いします。ちょっと配信、がっつり配信しながらで申し訳ないですけど、よろしくお願いします。今日はもうね、本売り切れるまでもうやるんでっていうか、何をするかちょっと僕も分かってないですけども、皆さんと本の受け渡しをやりたい。ただじゃあ順番にご案内いたします。はい、よろしくお願いします。1つずつ、はい、じゃあ、よろしくお願いします。お願いします。私書いて、これどうしたんですか、これ宛名を、はい、あ、そうか、宛名を書いてる。はい、あ、マジっすか、ありがとうございます。超ラッキーじゃないですか。じゃあこちらが勇気の切断ですので、すぜひぜひ読んでください、たくさんありがとうございます。はい、これぐらいの感じで、そうですね、大丈夫ですか。女性陣多いっすね、本当にね、 ありがとうございます、本当に。名前間違えた。さっきの人と同じ名前変えちゃいました。よろしくお願いします。え、べっつり、あ、そっか、一人いけますもんね。上限は2部も5冊買います。マジっすか、マジっす。また配信、はい、頑張りますんで、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。普段あんまこう、なんていうのかな、コメントが荒れてるから、女性が見てくれてるみたいな自覚なくて、ちゃんとこう嬉しいっす、俺もアイドルみたいな
感じで囲われるの。お、ラストワンショー来た。楽しみです。ちょっとぜひ呼んでみてください。ストローク頑張ります。オープニングのやつ頑張ります。気をつけて。ありがとうございます。すごい、最後の一人。いやまだあと一部あるんで、喉枯れるな。あ、でも嬉しいですね。こうファンの人とこうね、密接にコミュニケーション取れるの。いやいや、そらニヤつくでしょ。こんな嬉しいやん、いろんな人来てくれて。じゃあ第2部。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと今絶賛生放送中でしてね、今日は本当にこの本を買いに来てくれてありがとうございます。本当にこう自分の、まあ、人生というかね、うーん、そのコムドットとかが出してる本に対してね、 YouTuber がしょうもない本出すなって言ってたくせに、自分が一番しょうもないことやってます。もうその自覚は十分にありますので、まあ、ここまで来たらもう徹底してちょっとやりきろうかなと思って、うん、で本当に書いてる内容に関しては正直面白いと思うので、皆さんに後悔させません。今日は楽しいイベントにしていきましょう。はい、ぜひぜひお願いします。今日どっから来たんですか？神奈川から。神奈川、はい、あれ今日初めてですよね。そうですね。うとうわ、マジか。ありがとうございます。その新潟から。あ、頑張ります。ありがとうございます。横さんの憧れでちょっと動画投稿始めて。え、そうなの、はい、何あげてんの？あのマリカとゲーム実況。マリカいくほど伸びないです。いや、まあでも根気強く続けるの大事だと思うんで。そう、コツとかあったりしますか？コツとか心意気みたいな。まあでもね、なんか楽しむこと、自分がそう変に数字とか考えずに楽しんでる姿をみんな多分楽しめると思うから、とにかくそれを意識で、あとなるべくなんかハイエナというかね、その新作ゲームやるみたいなそういうのもやりつつみたいな感じで。そうそう、それでほんまに頑張ってください、マジで。はい、ありがとうございます。はい、いつかね、ちょっと、まあ、夢になってあれして。今日初めてですよ ね。 そうですね。あ、よろしくお願いします。そうなんですけど、あ、はいはい、まだ就活終わらないですよ。あ、マジで。え、まあでも俺もね、卒業2ヶ月前とかに泣いて決まったから。あのハローワークで新卒。いや、もうね、行っていいと思う。だってもう結構もう終わってるとこ多いじゃないですか。なんか行ったら負けみたいな、ちょっとプライドがあるんですけど、捨てたもん。それは捨てるべきやな。まあもう就職しちゃえば、あとそっから頑張りでどんな会社でも行けるから、転職すれば。そう、ちょっとマジでプライド捨てて頑張ろう。頑張ります。ちょっと待って、これそうね、仕事中に、はい、もこさんにニコ生見てるんですけど、はいはいはい、それバレちゃって、そう。で、うん、全部カットする。それだけで？それだけ。そんなんもう労働基準法違反やそんなん。いや、そんなことあんの？最悪。そう、最悪じゃない。もうやめた方がいいよ、そんな会社マジで。兵庫から。ああ、そうなんだ。実は僕もあの、うん、中学生時代、うん、不登校で。え、マジで？不登校の人になんか勇気を与えたいみたいな。もちろん。もうあのあって、今ちょっとそういうのが叶った気がして嬉しいです本当に。ありがとうございます。ちょっと多分その時の話も少々書いてるんで、あ、またぜひ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 ちょっと読んでみてください。ありがとうございます。あ、じゃあお仕事頑張ってください。はい、ありがとうございます。いやでも本当ありがたい。前でなんか一人一人愛を感じてる。で嬉しかったの。お疲れ様でした。お疲れ様です。ありがとうございました。いやー嬉しかった。大変でした。ありがとうございます。いやでもすごいなんか楽しくてあっという間でした。もうありがとうございます。支店さんにしてですね、僕のこの特設コーナーみたいなのをちょっと作ってもらってまして、これは僕の勇気の切断だなんですけども、その上にちょっと僕がこうおすすめするこの本ということで、こう僕をセレクトみたいな感じでこう並べてもらってます。個人的にね、最近ここ数年読んだ中で一番心にグッときたのは清原和博選手の薬物依存症。この本はね、なんというか、あれだけこう大スターだった清原選手というのが、こんなこう弱い心を持ってたって、それをまた自分の言葉で全部もう赤裸々に語ってるんですよね。結構衝撃を受けまして、
これはその読む価値のある本だと僕は非常に思ってるんで強くお勧めしてます。はい、ちょっとねこのポップを書いたんでこれをね勝手に貼っていいってことなんでね、これもげっつりげっつり貼っていきます。見てください、これスタイの人がなんか書いてくれてますよ。これ職業ゲーム実況者 YouTuber 声優俳優歌手、身長158センチ、学歴73大学、YouTube およびニコニコ動画にゲーム実況動画を、投稿するゲーム関連の番組としても出演しているなんかそれなりのちょっとコアなファンの人が書いてくれてるよねこれね。素直にありがたいですこういうのは。はい、でおすすめ本みたいなこういうやつ、これ黒田選手の、はい、決めて立つっていうのがねやつなんですけど、これをちょっとこう一言メッセージ、そこにこうメッセージを添えていくんですけども、こことかでいいかな。はい、で、大竹さんの答え、満足。はい、これは2年前ぐらいに全部読んだんかな。なんか本って一冊読むとこう雪崩式に読みたくなる時期みたいなのがあって、そういう時に全部こうバッて読んでますね。清原選手が好きなので読みました。小学生並みの感想しか書いてないですすいません本当に。絶対読んでほしい一冊、これあの一冊の冊の漢字の書き方わからなくて、あの2枚ぐらい書き直してます。で野村ノート、野村ノートはすごい野球の見え方変わるんで、これほんまにおすすめの本です。白の章、黒の章、赤田章、赤田選手の本もねこれ非常に良かったので、まあ、本当はもっといっぱい、僕の中にあったんですけども、ちょっととりあえずこの辺りの本をねちょっと調査させてもらいました。今日はねちょっと一日サインとか私会でも名前とか書いたんですけどもね、ありがたい話です本当に。こう普段コメントとか文字でしかねこう皆さんの声っていうのは届かないんですけども、生で顔を見て接する時間って貴重だなと本当思ったんですよね。それと同時に自分という人間は一体何なんだろうと、タレントやみたいな想像もしてないですよ。始めた頃には活動を本とか出してこんな私かみたいなやるって、本ってでもその人の生き様とかを体験できるからやっぱ素晴らしいなと思います。みんなも本も読もう。じゃあ買ってくれよな、勇気の切断だ。